堀安秀です。2月7日金曜日の朝です。シーズン開幕まで1ヶ月を切りました。ファジアーノ岡山の選手たちがこれから宮崎キャンプに出発します。2月18日までのキャンプ期間中には川崎フロンターレや FC 東京、セレッソ大阪など J1 チームとのトレーニングマッチも多く組まれています。 J1 昇格を目指すチームには力試しの格好の相手です。まだまだアピールするところいっぱいあるんで、しっかりアピールして、まあ、試合がいっぱいあるので、まあ、試合慣れをしっかりしてもっといいプレーできるようにしたいなというふうに思います。宮崎キャンプのメンバーは総勢26人。去年のレギュラークラスはほぼ入りました。一方で新加入のミッドフィールダー染谷和樹選手が残念ながら怪我のため外れました。フォワードでは早稲田大学から新加入の片山栄一選手がメンバー入り。最年少は19歳のフォワード、入団2年目の藤岡浩介選手です。チームで求められていることを、いかに自分が体現できるかだと思うんで、そういったところを、意識してやっていきたいと思います。 J 初ゴールっていう目標があるんで、そこに向かって頑張りたいと思います。宮崎キャンプでチームのどんな形が見えてくるのか、私も現地に飛んで来週リポートします。宮崎キャンプに先立つ先月30日、岡山市の岡山神社に選手たちの姿がありました。恒例の必勝祈願です。J1 昇格という目標に向けて頑張ってきましたけれども、なかなか簡単なことではなかった。これまでのシーズンとは違って僕たち岡山が行くんだっていう強い意志を、今年は持って戦いたいと思いましたので。影山監督の絵馬、過去4年間はこんな言葉を書いていました。果たして今年は、はい、立つという漢字1文字です。なんかね、去年の終わり方がすごく悔しくてですね、到達であったり、達成であったり、まあ達観といって見えてる、見えかけてる道をもっともっとさらにクリアに進めなければいけないし、この立つという字は本当に僕らにとって、僕ら自身が強くなるのに必要な文字なんじゃないかなと思いました。馬年の今年、年男を迎える選手は1990年生まれの3人。どんな意気込みで迎えるのか、色紙に書いてもらいました。進化です。どういう思いで、一つでも二つでも上のレベルの選手になって、J1 でプレーできればいいなと思います。昇格です。まあ、昇格するためにいっぱい走ってチームに貢献したいと思います。優勝とか言いました。2年目なんで、もっともっと試合に出場してチームの勝利に貢献して、チームが J1 に上がれるように頑張りたいと思いますけど。最後に年男3人で一言。優勝を目指して頑張ります。 CM の後はどうなる今年のチームキャプテン。僕が監督をして4年間キャプテンというものを置かずにやってきたんですけれども、名実ともにチームのリーダーが選ばれるキャプテン。ファジアーノでは影山監督の就任以来空席になっています。このためサッカーで必ず必要なゲームキャプテンは複数の選手が持ち回りで務めてきました。まあ、責任感というか、まあ、やらなきゃいけないっていうのはマストと思いますし、まあ、なんだ、やってやろうという気持ちになると思います。昨シーズンゲームキャプテンを務めた選手は実に10人。基本的に試合に負けると交代しました。最も多く務めたのは後藤選手の9回、次いで上田選手と武田選手の7回でした。監督がキャプテンを固定しない理由とは、少なからず効果というものはあって、自分がやらなければという思いを持っている選手というのは確実に増えていると思うんですよね。プラスに思っているものを変えなくてもいいのかな、でももっとプラスになるものはした方がいいわけですから、はい、置かなきゃいけないとも思ってないですけども、置かなくてもいいとも思っていないと、まあ、そう
言っていながら思ったんですけど、と考えると白紙なのかもしれませんね。ファジアーノの初代キャプテンは2004年の酒井康夫さん、翌2005年と2006年は2代目の藤井一正さんが務めました。そして3代目が現在ファジアーノ岡山アンダー15監督の川原修吾さん。プレーだけでなく精神的な柱でもあるキャプテン、5年ぶりに誕生する可能性はあるのでしょうか。リーダーって多分作られるもの、作られる部分もあるんですけどもね、リーダーシップって持っているものが持っているものだと思っているところもありますから、はい、そういったものを誰が出してくれるかというのもこのキャンプも含めて楽しみですね。去年は勝負どころで力が出せず3連敗でシーズン終了。苦しい時こそチームを引っ張るリーダーシップが求められます。CM の後は激戦の予感、瀬戸大橋ダービーの日程決定。今シーズンの全日程が発表されました。ファジアーノ岡山対蒲田マーレ讃岐の瀬戸大橋ダービーは7月5日にカンスタで、8月31日に丸亀で開催されることが決定。実は2つのチームの監督は年齢が同じ。真夏の熱い戦いになりそうです。先月のプレゼントはご覧の皆様が当選しました。おめでとうございます。今月はファジアーノ岡山の手袋を10人にプレゼントします。